個性って必要ですか？すごい質問ですね。個性、それ人それぞれ、持っている特徴だと思います。よく言えば個性かもしれないですし、悪く言えば癖っていう表現されることもあるかもしれません。必要か必要じゃないかというのはとても難しいことですけれども、その人にしかない特徴あったら素敵なんじゃないのかなと思います。とはいえ、ね、人はそれぞれ生きている上で普通なんてことはないと思うんです。なので生きているだけでその人自身の個性なんじゃないかなと思うので、自分でそれを肯定して、武器に変えて弱点を見つめ直していけたら素敵なんじゃないかなと思います。